アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、老楽屋リチャです。令和6年1月28日、場所は大阪 MK タクシーフィールドエクスポにて、2023シーズンオーシャンボールトーナメント、そのオーシャンボール代表決定戦、京都サウスベアーズ対金沢ワイセンベルグの一戦がまもなく行われます。試合開始14時30分キックオフ予定です。現在その両チームが試合前のウォーミングアップを終えまして、試合開始までの最後の確認をしております。今回行われますオーシャンボールは、いわゆる草アメフトと呼ばれております社会人の中でも、いわゆるノンスポンサー、そしてそのアメリカンフットボールを志向する方々が集っております JPFF 日本プライベートフットボール協会が主催しております日本一決定戦になっております。学生会、社会人会に属さない、いわゆる独立リーグという形で各地で活動しておりますアメリカンフットボールリーグの、その日本一を決する一戦として注目されている一戦であります。この一戦が来月2月11日に岐阜長良川メドウで行われます。この出場権をめぐりまして半年間にわたりまして各地に置いてこの戦いが催されておりましたが、その中におきましてその代表権の一つを決する試合がこの一戦となります。その試合に出場しますのが、ご紹介させていただきます、手前側に陣取っておりますのが西日本地区を制しました京都サウスベアーズ。かつて1990年代そして2000年代にかけましてオーシャンボールを制覇しました強豪チームではありますが、苦しい時期がありましてなかなかその再びの舞台に挑めない状況にあり、今季久方ぶりにそのチャンスを得ました。これをものにせんとこの一戦に挑みます。そしてそれに対応しますのが、中日本地区を制しまして出場してまいりました金沢ワイセンベルグです。そのチーム名が宿しますように、北陸金沢にチーム拠点を置いております。皆様の記憶にも新しい、正月にありました災禍、能登半島大地震を経まして、このせっかく得ましたチャンスでしたが、しかし出るか否か非常に厳しい判断を迫られました。その中におきまして、何としても石川にそのエネルギーを送らんとするその判断を取りました。あえてこの地に赴き、日本一決定戦オーシャンボール出場に挑みます。2019年にもその中で一気にこの西日本中日本を制しましてオーシャンボールを進出しましたが、しかしこの時には残念ながら力折れず準優勝に終わっております。その無念をなんとか取り返さんと、コロナ禍の非常に厳しい中、出場権をあえて得られないという厳しい状況も乗り越えましてこの一戦に挑みます。ヘッドラインズマン岡田。現在両チーム首脳陣が中央に集まりまして、試合開始前のコイントスを行っております。バックジャッジ山本、フィールドジャッジ雪村、ゲームクロック八木、プレークロック坪川にて行われます。コイントスの選択権は京都サウスベアーズが取りました。金沢ワイセンベルグキックオフ、京都サウスベアーズリターンで試合が始まります。前半のレシーブを選択、前半戦は白のユニフォーム金沢ワイセンベルグのキックオフで試合開始となります。
この試合は1クォーター12分の正式計時で行います。早速チャット内のメッセージありがとうございます。上成さんは西川からの、石川からの応援しています。頑張れワイセンベルク。能登地方はまだ未だにその最下にあります。非常に厳しい石川県の状況、しかしその中から参戦しましたワイセンベルクをぜひ応援お願いいたします。木南さんはメッセージありがとうございます。緊張してきましたということですね。この試合はそれぞれの思いが募っていると思います。京都サウスベアーズはようやくという形で復活の時を縁とするその絶好の機会を得ております。これを逃したくない思いは募っていると思います。それに対して金沢は地元のその様々な声を何としてもここで一つの形に上げんという形でこの一戦に挑みます。さあどちらが果たしてこの試合をものにできるでしょうか。試合が始まりました。さあこれはいいリターンになっている。ナイスリターン。まずこのキックオフリターンを京都サウスベアーズ22番左ホープン展開しまして自陣45ヤード付近を確保しました。素晴らしいリターンしましたのは22番の富田でした。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し攻撃権を更新するか、その過程で相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは京都サウスベアーズ自陣47ヤードからのファーストダウン、1回目の攻撃に入った。まずランプレー、これはナイスラン、ファーストラン。まずサウスベアーズランニングバック22番にハンドオフしまして左オープン展開しました。22番スピードに乗って味方ブロッカー生かし一気に10ヤード以上ギャインし一発で攻撃権更新としています。これによりまして京都サウスベアーズは相手陣に入りまして再び1回目の攻撃に変わります。16ヤードをギャインしファーストダウン獲得。京都サウスベアーズ金沢失礼しました、京都サウスベアーズ相手陣37ヤードからのファーストダウン点。さあまた再びランプレー、今度はハンドオフで中央へのランプレーを選択しました。キャリアは42番、このボールを託されまして約4ヤードのゲインに変えております。見事ランを決めましたが42番の高橋でした。京都サウスベアーズこれにより残り距離は6ヤードに変わります。京都サウスベアーズ2回目の攻撃、京都サウスベアーズセカンドダウン6、ボールオンは相手陣33ヤード。今度はパスプレーです。パス成功。パス成功。右に展開しておりましたワイドレシーバー22番にほとんど真横に近い前パスを投じました。アメリカンフットボール攻撃チームはボールを開始する地点から後方より一度だけ前にパスができます。この権利に関しまして約3ヤードのゲインを果たしました。失礼しました、約5ヤードのゲインとなっています。さあこれにより攻撃権更新、必要距離は1ヤードに変わっております。この1ヤードどのようにして攻めるでしょうか。攻撃の回数は3回目になります。京都サウスベアーズサードダウン残り1ヤード。これは金沢ナイスディフェンス。ここでクォーターバック17番プレイアクションランをフェイクにしてパスを投じようとしましたが、ここで金沢がディフェンス陣殺到、クォーターバック17番追い込みましてパスを投じることなくプレーを終了させました。結果的に京都サウスベアーズはフォースダウンに変わります。4回目最後の攻撃権です。さあこの残り1回、果たして京都サウスベアーズどのように行使するでしょうか。ボールは相手陣32ヤードの位置にあります。さああえてプレーをします。ここで5ヤード獲得しないと攻撃を失うが、さあこのフォースダウンギャンブル決まるか。パス不成功。金沢ナイスディフェンス。ここでパスプレーによりこの状況打開図らんとプレーを展開しようとしましたが、スタートのタイミングが狂いました。
結果的にプレイヤーとのコミュニケーションが取れずパス失敗に終わっております。これによりまして金沢に攻撃権変わりまして、今度は金沢ワイセンブルグの攻撃に変わります。攻守交代です。テイクオーバー。自陣32ヤードから前半最初の攻撃開始。さあ攻撃権を取り返す形になりました金沢ワイセンベルグ。まずこの試合最初の攻撃シリーズに入ります。ボールオン自陣32ヤードからのファーストダウン。ってインターセプト、ターンオーバー。インターセプト、攻守交代。ここで金沢まずパスプレーから入りました。一気に状況を打開図らんとして投じられましたパス、しかしこれを取りましたら京都サスウェアーズ22番。パスダッシュによるインターセプトにより攻守交代です。攻撃権変わりまして京都サスウェアーズの攻撃に変わります。見事ビッグプレーインターセプトを決めましたのは22番の富田。さあこれによりまして攻撃権を奪還しました京都サスウェアーズ。相手陣31ヤードからの攻撃に入ります。京都サスウェアーズファーストダウン10。敵陣31ヤードからファーストダウン10。これは金沢ナイスディフェンス。まず京都サウスペアーズは真横に展開しました9番にヒッチパスを投じました。そこから9番のキャッチアンドランを図らんという状況でした。これをディフェンス素晴らしいチャージかけまして3ヤードロスに変えています。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。これによりましてむしろ押し返す形に金沢になっておりますが、しかし京都サウスペアーズ有利な位置には変わりません。ボールオン相手陣32ヤードからのサードダウン12。失礼しました、セカンドダウン12です。さあ今度はランプレー、再び横へ投げると見せかけ今度はランニングバックにハンドオフしました。託されました42番、相手の裏をつくように中央突破しまして一気に9ヤードゲインとしています。9ヤードのゲイン。京都サスベアーズ3回目の攻撃。見事なランをしましたのは42番の高橋でした。内子大将様、金沢頑張りのメッセージ、これがチームにとって大きなエネルギーになると思います。さあしかし有利なのは京都サウスベアーズ。ボールオン相手陣24ヤードからのサーダウン3。ここでホイッスル。チームタイムアウト、京都サウスベアーズ前半1回目。ここで京都前半1回目のタイムアウトを取ります。ここで京都サウスベアーズ前半。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。京都サウスベアーズ現在有利ですが、ここを勝負どころと見ました。ここで一旦作戦タイムを取ります。序盤から京都サスベアーズが非常に鮮やかな攻撃を展開し、またディフェンスにおいてもビッグプレーを決めまして得点を上げんという状況に至っております。さあこれを金沢なんとかしのぎ、自らの攻撃を得る形になり反撃に入れるでしょうか。そのためには何としてもここでディフェンス奮闘が必要です。さあこれを押し切れるか京都サスベアーズ。ボールオン相手陣24ヤードからのサーダウン3。中央へのプレー、京都サスベアーズファーサー。ここでアイフォーメーションからランプレー、ランニングバック9番に託しました。9番相手ディフェンス飛び越えまして攻撃権更新です。京都サスベアーズファーサー、見事攻撃権更新果たしましたのはランニングバック9番の岸。さあこれにより攻撃権リセットし、しかもボールオン相手陣19ヤードから京都サスベアーズファーサーンテン。パス成功、タッチダウン。ここでクォーターバック17番一気にロングパス、エンドゾーンへのパスを投じました。京都サスベアーズ、このパスをワイドレシーバー15番ディフェンス振り切りまして一気にエンドゾーンでキャッチ、見事着地しタッチダウンです。先制点タッチダウンを上げました。6点獲得です。タッチダウンパス成功。
見事なタッチアンパスを投じましたがクォーターバック17番の中村取りました。ワイドレシーバー15番は藤原でした。挑戦します。トライフォーポイント、キックが決まれば1点、プレーが成功してタッチダウンとなれば2点の追加点が与えられます。そしてタッチダウンのとのワンプレー、トライフォーポイントに入ります。フォーメーションはキックフォーメーション。キック成功、1点追加。京都サウスベアーズトライフォーポイントを決めまして1点追加し、トータル7点獲得となりました。京都サウスベアーズ先制です。京都サウスベアーズトライフォーポイントのキックが成功。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。さらにタッチダウンはこの後にワンプレーのボーナスがあり、ここでボールを キックで決めますと1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点としては自分たちのエンドゾーン内で倒される自殺戦セーフティーの2点です。アメリカンフットボールの得点パターンはこのように2点、3点、6点、7点、8点の組み合わせになっております。この足し算によりまして引き分けが起こりにくい得点方式になっています。そして試合は先ほど得点を挙げた京都サウスベアーズのキックオフで試合再開です。さあこれのリターンに数は入った、リターナーは2番、スピードに乗りまして左オープン展開を図りました。ディフェンスのカバーはマクランというところでしたが、ボールオン自陣26ヤードからの攻撃となります。この位置からカンザーの攻撃となります。アメリカンフットボールは得点を上げた側がキックオフをし試合を再開します。ラグビーと違いまして失点をした側が次の攻撃をエアーいい形になっております。ボールをリターンした地点自陣26ヤードから金沢ワイセンベルクの攻撃開始。さあ失点を許しました金沢でしたが、この攻撃シードを見逃せまして、この状況をさらに持ち直さんというところでしょう。ボールオン自陣26ヤードから金沢ワイセンベルクファーストアンテン、ここでホイッスル。フィールド上に黄色いウエスが落とされています。イエローフラッグ反則が発生しています。審判団からフィールド上に黄色いマーカーが落とされますと反則発生となります。この反則は果たしてどちらになったか、まもなく審判団からコールされます。試合スラップ前の反則です。ディレイオブゲームオフェンス、ペナルティは5ヤード、オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、試合制限時間内にプレーを開始しなかったという反則です。オフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーをしないと5ヤード抜退となります。従いましてワイセンベルグファーストダウン15で試合再開。さあまずランプレー、後方にいたテイルバックにボールを託しまして右オープンへ展開しました。キャリア2番なんとか突破線というところでしたが、ゲインは3ヤードにとどまっております。金沢ワイセンベルグキャリア2番はタダです。さあまず初手をランプレーから入りました金沢。この2つ目のセカンドダウンの攻撃は果たしてどのようなプレーにするでしょうか。ボールオンは自陣24ヤードからのセカンドダウン、トライワイセンベルグセカンドダウン。さあ今度はクォーターバック自らの中央へのランプレー、本来パスを投じそしてランニングバックに託す側にありますクォーターバックが自らボールを持ちまして中央へのパワープレーに入りました。これが構想し約7ヤードのゲインになっております。さあ金沢もランプレーによって徐々に状況を打開図らんというところでしょうか。ボールは自陣31ヤードに変わりました。金沢ワイセンベルグサーダウン5、ファーストダウン獲得まで残り5ヤード。これは京都ナイスディフェンス。ここで金沢ランプレーにより右オープン展開を図らんというところでしたが、ここで京都サスベアーズ32番見事に対応しましてこのランプレーを阻止しております。フォースダウンに変わります。見事なタックル対応しましたのは京都サスベアーズ32番のプレイヤーでした。32番山下のナイスプレー、進めることはできませんでした。
さあ金沢この最後の攻撃権、フォースさんフォーメーションを変えます。パントフォーメーションを取りました。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしこのパントによりまして攻撃は放棄する形になります。ナイスパン。このパント転がりよく相手がキャッチできない低弾道で、しかも前に転がっていく弾道で右サイドライン駆け上がりました。結果的に陣地大きく挽回し、京都サウスベアーズ陣32ヤードで攻守交代となります。押し返された形ですが、しかし京都サウスベアーズ攻撃権を得ました。ボールオン自陣27ヤードにセットされております。攻撃権は京都サウスベアーズ自陣27ヤードからファーストダウン10。さあ京都サウスベアーズの攻撃に変わります。ボールオン自陣27ヤードから京都サウスベアーズファーストダウン10。さあランプレーから入った。レシーバーが少ない左サイドにランプレーを投入しました。ランバック22番ハンドオフから左オープンに展開、相手をまくるように約4ヤードのゲインとしています。タックル下側金沢キャリア22番は富田でした。岡村みなみでした。京都サウスベアーズセカンドダウン6。京都サウスベアーズセカンドダウン6。ボールオンは自陣31ヤード。インターセプト、ターンオーバー。ここで今日サウスベアーズパスプレーに入りました。しかしそのパスを取ったのは金沢42番。パスをダッシュしインターセプトで攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトしましたのは金沢ワイセンブレグ42番の尾崎。さあ相手陣入った位置の攻撃を得ました。金沢素晴らしいプレーが決まりました。金沢ワイセンブルグに変わります。金沢このチャンス生かせるでしょうか。ボールオン相手陣34ヤードからの金沢ファーストダウン10。34ヤードから4回の攻撃開始、ファーストダウン10。パス不成功。ここで金沢はプレイアクションパス、ランプレーをフェイクしタイトエンドへのパスを投じました。タイトエンド、このパスをしかしキャッチできずパス不成功となっています。サウスベアーズディフェンスバック22番富田亮でした。ダウンイジケータークロックに訂正させていただきます。前方へのパスは一度しか投げることができませんので、パスが不成功ですと次の攻撃に変わります。さあまず最初のプレーはしかし失敗になりましたが、この次の攻撃どのように展開するでしょうか。金沢ワイセンベルグセカンドダウン10。パス成功。クォーターバック9番右に展開しておりました。ワイドレシーバーにパスを通しまして約8ヤードから9ヤードのゲインとしています。パスを取りましたのは19番の本田でした。金沢ワイセンベルサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り1ヤード。金沢ワイセンベルグサードダウン残り1ヤード。さあ中央でのプレー、フルバックブロッカータイプの9番にハンドオフする大プレーで中央突破を図りました。味方ブロッカーのこと中央なだれ込みまして、さあ判定どうでしょう。攻撃権更新、ファーストダウン。見事攻撃権更新です。カザワイセンベルグランニングバック9番見事に攻撃権更新を果たしました。岡村素晴らしいランプレーでした。さあ攻撃権は1回目にリセットされます。ボールオンの位置は相手陣24ヤードの位置。金沢ワイセンベルグファーストダウン10。
クォーターバック8番パスを投じんと下がりましたがディフェンスのプレッシャーありまして前に流れ込むようにスクラムしました。タックル受けましたが約1ヤード1ヤードのゲインに変えております。粘り強いプレーを指揮しております。クォーターバックは8番の江畑です。カーザーワイセンベルクセカンダウンナインセカンダウンナインボールオンは相手陣23ヤード。パス不成功。ナイスパスカット。クォーターバック8番右に展開したレシーバーにパスを投じんというところでしたが、このパスを京都サウスベアーズパスカットしパス不成功としています。ダウン1つ失いましてサードダウンに変わります。前パスは失敗ですとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。パスを投げましたが京都サウスベアーズラインバッター8番上山陽平。さあフィールド上現在雨が降ってまいりました。1月の下旬非常に寒さ厳しい中ここで雨が降っております。さあこの天候を果たしてどのように影響するでしょうか。チームタイムアウト金沢 Y 戦です。前半1回目ここで金沢が前半1回目のタイムアウトを取ります。ここで金沢 Y 戦ベルが前半1回目のタイムアウトの要求です。突如降り出してまいりましたこの雨、それによりますその体調及び手先のフィーリングのその変化に対する対応も含めましてここで勝負どころのタイムアウトを取りました。代表決定戦にふさわしい非常に面白い展開になっております。さあそのタイムアウトを解けまして試合再開となります。ボールオンは金沢相手陣22ヤードの位置。金沢ワイセンベルクサードダウン内パス不成功。クォーターバック8番右スプリントアウトからワイドレシーバー19番にパスを投じましたがディフェンスのカバーよくパス不成功となっています。金沢フォースダウンに変わります。金沢ワイセンベルクフォースダウンラストダウンです。金沢ワイセンベルクフォースダウン9フォーメーション変えました。フィールドゴールトライキックによる3点を狙います。キックレングス38ヤードのフィールドゴール。キック成功3点獲得。金沢見事このフィールドゴールを決めまして3点を取り返しました。金沢ワイセンベルグ3点、京都京都サウスベアーズ7点となっています。キッカー23番佐藤海人が決めフィールドゴール成功。第1クォーター3点獲得です。非常に攻守入り乱れる素晴らしい試合展開になっておりますがその中におきまして双方とも得点を挙げる形になっております。現在得点は京都サウスベアーズ7点金沢ワイセンベルグ3点となっております。さあこの代表決定戦最終的にどのような形になるでしょうか。先ほど得点を挙げました金沢ワイセンベルグのキックオフで試合再開となります。さあ京都サウスベアーズリターンに入る。さあ再び左サイドライン際を駆け上がらんというリターンでしたがこれは金沢対応しまして京都サウスベアーズ自陣30ヤード付近失礼しました34ヤードからの攻撃と変わります。サウスベアーズリターナー22番富田亮が約10ヤードリターン。攻守変わりまして京都サウスベアーズの攻撃になります。
京都サウスベアーズ自陣34ヤードからのファーストダウン10。京都サウスベアーズファーストダウン10。これは金沢ナイスディフェンス。まずランプレーから入りました。ランニングバック42番ハンドオフから右オープン展開図らんというところでしたが、これは金沢のディフェンスライン陣が対応しました。64番タックルしましてゲイン1ヤードに留めております。64番は犬塚でした。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして京都サウスベアーズ7点、金沢ワイセンベルグ3点、京都サウスベアーズが4点のリードする形で攻守方向を変えまして第2クォーターに移ります。